渡辺、着物トレーダーは、個人の小口外国為替証拠金取引投資家を意味する俗称。語源は、日本人の主婦を中心とした女性やサラリーマン投資家、欧米の報道機関により名付けられた。ミセスと呼ばれるが、ほとんどが男性である。2007年頃から、東京のインターバンク市場において、為替相場の方向性が、午前から昼を挟んで、 午後にかけて反対方向へ触れる奇妙な現象がしばしば見られた。それは相場を反転させる大きなニュースや特別な要因がないにもかかわらずである。こうした状況が頻繁に起こったため、その原因を探っていくと、主に日本の主婦やサラリーマンなどの個人の FX 投資家が昼休みを利用して一斉に円売りドル買いの注文を出していたことが判明した。 つまり、日本の個人投資家が、為替相場を左右させるほど、大きな影響力を持つことを世界に見せつけたのである。イギリスの経済紙、エコノミストは、海外でよく知られた、日本の姓、渡辺をとって、為替市場で大きな影響を持つ日本の個人投資家たちを、ミセス・渡辺と名付けた。イギリスではリスクを取らない小口個人投資家を、アガサ・おばさんと呼ぶので、 同氏は、日本向けの故障を考案したのである。2000年から2006年までの間に、FX 取引で約4億円の利益を得たのに、それを申告せずに、約1億3900万円を脱税した、個人投資家の池部幸子が、所得税法違反容疑で、2007年に、起訴されて、有罪判決が言い渡される事件が報道されると、FX 取引は日本で、 大きな注目を集めた。そして、2007年以降、為替市場におけるミセス・ワタナベの FX 取引は、ますます活発化した。ミセス・ワタナベはマーケットを動かす、大きな力として、世界の市場参加者の間で広く認識され、大口のプロディーラーでさえ、そのミセス・ワタナベの動向を侮れない存在と見ている。相場の取引が薄くなり少ない注文で、 ドルが下落する、時間帯を狙い、ストップロスを狙う動きを、ミセスワタナベガリという名称まで出てきた。2011年3月17日、円相場が一時1ドル76円台に高騰した、円高ドル安の局面では、投機筋に、ミセスワタナベガリと言われた。相場は、ミセスワタナベの思惑と逆を行き、ミセスワタナベのドル売り円買いが、逆に、ドル高。 円安を必要以上に進行させることも懸念されている。2015年のドル高局面では、ドルの無謀な空売りを行ったミセス・ワタナベが踏み台にされたため、ドルはさらに上昇したという解釈もなされている。ミセス・ワタナベは一定レベルのストップロスオーダーをあらかじめ設置せずに、相場に振り回され、成り行きで損切り決済をする傾向にあり、市場でカモにされている。 また、市場では、ミセスワタナベは、世界で一番チャーミングと呼ばれるほど評判であるが、これは賞賛ではなく、これも、やはり、かもという意味である。ミセスワタナベは、当時、高金利通貨だったゴードル、NZ ドルも、積極的に好んで買う傾向があった。また、その高金利通貨の会は、トルコリラにも及び、ミセスワタナベは2019年8月の、 トルコリラ急落に勢いをつけた。当時のトルコリラは政策金利が世界的に高金利だったため、日本では大手 FX 業者が公衆益のスワップポイントを設定していた。だから、ミセスワタナベはトルコリラに飛びついたのである。しかし、このミセスワタナベの集団は普段は会社勤め等をする一般人のため、 名目金利とインフレ率の差を計算すれば、トルコリラは実質金利がマイナス金利であるという状況を理解していないまま、自己流の誤った手法で買えば買うほどに損害を膨らましている。市場は、ミセス渡辺の動きを見透かし、相手の裏を書くつもりで逆に売る側に回って利益を狙っていたのである。2021年11月、トルコリラの急落で、 ミススワタナベはとうとうこの通貨を手放したと報じられた。日本国外では、この時期、トルコリラのスワップポイントをマイナス設定にしている FX 業者も出ていた。トルコリラの持ち高減少と入れ替わるように、高金利通貨南アフリカランドの持ち高が増加している。新興国通貨で損をする人々は、トルコや南アフリカのような新興国は高金利だが、 インフレ率が高いということに注意を払っていないので、ある。FX に参加する、個人投資家の9割が負けて退場している。また FX 参加者の7割は退場まで1年以内である。等のデータも存在するが、このミセス渡辺という集団は、将来不安の進む日本では、FX は、老後の蓄えになる、家計の助けになる。 等とをもって FX に資金を投じている。日本では積立 NISN やアイデコが比較的安全かつ手軽に資産を形成するべく運営されているのにもかかわらず FX に手を出す理由というのはある事例ではレバレッジによる一攫千金狙いである。この事例はクレジットカード3枚で投資資金を借り入れレバレッジをかけた FX 取引をしたため急速に資金を失い、クレジットカードによる借金が残り、多重債務者になっている。多くの日本人が FX のようなリスクの高い取引に参加し、ある一人が勝者となって FX の書籍、投資本を出版したり、講演会を開いたりすれば、一方で9999 99人の敗者は去っている。日本人が、 このような負のスパイラルに陥っているのは資産運用について教育を受けていないためである。それでもなお資産運用について金融機関にも証券会社にも相談せず自己判断で運用している日本人は少なくない。なぜならマーケットの世界は誰にも頼れない弱肉強食の自己責任の世界であり自分たちの独自の研究と判断、そして 独自の缶で投資で成功していく。それが、ミススワタナベの投資哲学だからである。2012年2月29日、ニューヨーク金先物相場は、終わり値で、約80ドル4%強急落した。アメリカ連邦準備理事会のバーナンキ議長の、議会証言で量的緩和第三段観測が、遠のいたため為替が、ドル高、ユーロ安に触れたことも響いたが、金には、 資源の側面と通貨の側面を合わせ持つため、ドル安の局面では買われ、ドル高では売られやすい。こうした為替と金の関係に注目した金の取引を行う FX 投資家が増え出した。ドットコモディティの女性に対する2011年の調査では、金取引を行った217人のうち13%の28人に FX 経験があった。 その前年には7%であった。FX 取引がピークを打つ深夜での金の市場には厚みがあり、代償で取引が活発なのが午後9時から11時と午後11時午前1時であり、東京工業品取引所の金先物の,の夜間取引の活発な時間帯と重なり合う。深夜に売買が膨らむのは、欧米の主要な経済指標発表や、 用心発言があることが多く、相場が動きやすいからである。このため、ミセス田辺も夜間に動くと言われる。金相上では2013年に中国のおばさんと呼ばれる集団も活躍した。中国のおばさんとは、中高年世代の中国人女性からなる集団である。2013年4月15日に、ニューヨーク市場で、金価格は暴落した。 この集団はそれに目をつけて、中国全土の貴金属販売店で現物を爆買いし、金先物市場で空売りをしていたゴールドマンサックスは4月24日に売りからの一時撤退を表明した。中国のおばさんの購入ラッシュで一時的に押し戻された相場は、購入ラッシュ収束後、再び下落した。2017年12月のビットコインバブルは崩壊し、 一年後には8割下落した。ミセス・ワタナベは仮想通貨の世界にも積極的に挑戦している。麻薬ディーラーでも脱税者でもない、そこにいるのはミセス・ワタナベだ。とブルームバーグはビットコインに投資するミセス・ワタナベを記事にしている。ドイツ証券のアナリストはミセス・ワタナベが FX 取引からビットコインにシフトしていると分析し、 また2017年10月から11月のビットコイン取引の4割は日本の円によるものであった。FX と区別して仮想通貨、とりわけビットコインの参加者はミスター渡辺と呼ばれる場合がある。参加者は男性が多いのである。ウォールストリートジャーナルは記事で仮想通貨ビットコインの価格を押し上げているのは犯罪者や麻薬密売人でもなければ、 詐欺師でもない。それは、日本人男性だ。このように記述した。仮想通貨は、FX のようなゼロサムゲームではないが、ミセス渡辺の損切りが、機関投資家の安値での、帰った滝となったり、しばらく連絡していない友人や、元恋人と知らぬ間に、反対の取引で対戦になるということは、当然に起こりうる。インターネット証券。 マネックスグループ CEO の松本大は仮想通貨を購入するならビットコインとイーサリアムをそれぞれ資産の1%だけ購入して10年20年放っておくという方法を一般向けに啓発している金融のプロである彼もビットコインを保有しこれは将来の税制次第で売却するかもしくは仮想通貨のまま寄付に充てる予定であるしかし店すわたなは FX 取引でレバレッジ慣れをしているため、仮想通貨もレバレッジをかけて危険な取引をしている。ドイツ証券は2017年12月のビットコインバブル下で、個人投資家が主導する急騰で逆にバブル崩壊等が起きることにより、FX 以上の甚大な損害を個人投資家が被ることを危惧していた。ビットコインバブルの崩壊は現実となり、 ビットコインは2017年12月につけた高値から1年かけて8割、下落した。2017年後半にビットコインに参入した、ミセスワタナベゼーは、レバレッジをかけた買いによって2017年12月の、急落に耐えきれず数日のうちに損失覚悟の売りに、回らされた。FX 市場では、金融機関や証券会社のプロの中に割り込んでいた。 店タナベたちにとって仮想通貨市場は我が世の春を謳歌できる桃源郷であるかというとビットコイン市場やイーサリアム市場は機関投資家の資金が流入している機関投資家の多くはビットコインを長期保有する予定であり2021年1月の段階では全世界のビットコイン資産の78%は保有されたまま売買に動いていない ありがとうございます。